テロップ打ってたら他のアプリが反応しちゃった。リップがさ全くなくなってさ、ちっちゃいか、見てほらこのもうプラスチックの部分が見えてきて全くない。新しいの持ってこようかな。なんか何にしよう。新しい配信用のリップを。それを新しいのにさ、マックスに出してそれ、もうねこうマックスでこう見たら分かるんだけどさ、こう縁こうここもリップじゃないの、縁プラスチックの部分で中がリップ、濡れないのよ濡れないのよ。新しいリップを出そうかな。まだ使ってないのがあるけど、ママっぽいのは嫌だ。茶色のリップ出てきた。いやこれはちょっと茶色すぎる。見て見ちゃう。茶色なリップ可愛いけど、秋とかしか使えない。あんま使わないからじゃあ。何しようかな。鏡持ってる。あの鏡これ使う。入ってるやつ。このリップ使ってみようかな。これめっちゃ前に。クリスマスプレゼントで買ってもらったリップ、今使ってるリップなくなったから、ちょっと新しい配信用のリップを探す。これでもなんかねグラデーションっぽくなるやつなのよ、色が分かれてて。グラデーションっぽい。グラデーション自分で作るんだけど、このリップは塗ったら勝手になるやつできるかな。なんか綺麗にならない。
若干なってるけど濃い。だから化粧してる。うん、違う。あのね、今ね、配信の時にいつも使ってるリップがもうなくなったから、もう限界まで使ってなくなったから新しいの出そうと思って。配信はね、いつも家にある使ってないリップを使ってるの。だから新しいの出してか、ピンとか、方向が色が濃い方が内側になるように口、うん、方向がある。ティントでもいいけど、ティントも出しとこうか、2個出しとこうか。オッケー、新しいの。これもうなくなった今のやつ。オッケー。今回のミプレって落とすの大変？いつも塗ってるよ、配信の時。いつもですね。リップなんてね、すぐ落ちちゃうから、なんかめっちゃ落ちないやつとかでも全然落ちるから、ご飯食べたりとかするだけで落ちちゃうから、リップって大丈夫ですね。これ全然問題、あ、もっと、他のリップこのさ、イヴ・サンローランのリップすごい匂いがすごい、うん、なんかお花とかマンゴーみたいな、そういう感じの匂いする。使ってないのいっぱいある。でもリップめっちゃ濃いな今塗ったやつ。買ってないかな。すごい、え、なんかね、匂いがね、なんかお花、このイヴ・サンローラン、前にね1本だけ買ったんだけど、初めてデパコス買った。これはまだ全然残ってるけど、なんかすごいお花とかマンゴーみたいな、なんかそういう感じの匂いする。これは匂いが強い。うん、でもデパコスって大体そんな感じだね。リップちょっと匂いが、他のなんていうの、キャンメイクとかさ、このようにリップはあんま匂いしないけど強い匂い。デパコスは匂い強い。こうやって言われる。これはね、甘い匂いする。これはね、ひなこがくれたんだよね、前なんか急にくれた。ひなこがくれたリップ。
これはみとちゃんがくれたやつ。みとちゃんの卒業公演の時に。これ多分なんかあれだね。ただなんていうの、保湿用とかのやつ。これ、これほぼ多分色つかない。ついたら落ちる。どういうリップかによるけど、落ちにくいのもあるから。落ちにくいのは目こそしとかで頑張れば落ちる。やればすぐ落とさなかったら落ちないかもだけど、リップぐらいだったら落ちるんじゃない。めっちゃ全然落ちないみたいなリップじゃなければ。そういうリップもあるから、落ちづらいやつ。今日何時まで、30分より前に始めたよね、配信ね。9時、あーどうしようかな、21時30 35分35分になったランキングを21時30分、あと1時間ぐらい。どうしよう、30分って言おうと思ったけど35分、1時間、あと今からね、今から1時間。これ直してくら、でっかいメイクポーチを。リップコレクション、あれ全部リップじゃないよ、さすがに。あれ全部リップだったらやばくない？どんだけ持ってんの。なんかメイクさんやってんのかなってレベル。メイクの仕事やってる人、あれさ、あれじゃ全部リップではない。でもなんかいろんなの入ってる。リップとか、リップもあるし、あとなんかアイシャドウとか、なんかもう化粧道具、メイク化粧品いろいろ入ってる。あとなんか美容液とかも入ってるし、クレンジングとかも入ってる。予備のあのメイク道具だけじゃない。あれはね、持ち歩いてない。ちょっと大きいから、家にあるのを全部入れるようで入れてる。なんていう、予備のやつを持ち歩いてるのは別の、もうちょいちっちゃいの持ち歩いてます。大きいからね。でもあれに全部入ってる、あの使ってないやつ全部入れてる。何本ぐらい持ってるかな。10近くあるんじゃない？10本近く、10本ぐらい、もうちょいあるかな、わかんないよ。数えたことない、数えたことない。10本くらい。
普段使ってるのは2つなの。あの普通のティントとグロス使ってるから2本でしょ。2つ。そう止まっていくの。なんかさ、どんどん新しいの、なんかこの色飽きたなと思ったら違うの買うし。最近はあんま新しいのにはしてないけど、ずっと一緒のやつ使ってるけど、今までね、そうリピートしたことなかったんだけど、今使ってるのはあのリピートしてる。リップ3本目ぐらいあれ使ってるの。リピートしたことなかったけど、それまでなんかなくなる、なくなるとか、なくなる前に他の買ってた。なんか違うのにしたくなって。そんな感じ。あ、別にあんまなんか欲しい力ないからっていうのもあるかも。なんかあんま知らない、なんかどういうのがあるとか、それもあるかも。ずっと同じのを使ってる理由。珍しくそうリピートしてる。シャンプーみたく詰め替え用はないね、リップは。なんかあるのもあるけど、スティックの方の普通のリップ、ティントとかじゃなくて、なんかあるのもある。うん、中身詰め替える、ケースがあって中身詰め替えるみたいなやつもあるけど、ないのが多いんじゃない。冬系の色、赤だけどちょっとピンクっぽい感じの、なんか赤っぽいけど、赤だけどちょっとピンクっぽさもある。真っ赤じゃないみたいな、みたいな感じのリップが好き。ちょっと青みピンクっぽい感じが入ってる赤系のリップ。いろいろあるからね、リップもさ、いろんな色のさ種類が多いから。何もなんとなくですよね。え、そう、こういうのやってなかった。でもね、なんだっけ、昨日今日で1回ずつ引いて2回引いたんだけど、で昨日はケロッピ、ケロケロケロッピのあのアルミカップだっけ、なんだっけ、カップ、カップでアルミじゃないで、絶対プラスチックなんかカップ、わかんない名前が。で今日はシナモンのカトラリーセット。シナモンだけここにある。ケロッピはちょっと向こうに置いてきちゃった。シナモンロールのカトラリーセット、かわいい。めっちゃかわいくないこれ。コギメンじゃなかったけどさ、コギメンはね、カップなんだよね。めっちゃ可愛いこれ。あ、可愛いから全然いい。かぶってないし。あとシナモンのさ、ブランケット、フード付きのブランケット、あれも可愛い。コギメン出るまで引きたいんだけどね、コギミョン来月ね出るのよ。コギミョンだけの当たりくじが、ちょっとそれをさたくさん買いたいからさ。え、これもめっちゃ可愛い。あと何回かは引きたい、このキャラクター大賞の当たりくじ。あのコギミョンいないけどキーホルダーも可愛いし、コギミョンはいないんだけどね、サインまでのやつしかいないから。そう、10月に来月コギミョンだけの当たりくじ出るの。それをさいっぱい引きたいじゃん。だからちょっとね、来月だからね、ちょっとあんま引かないでいようと思って。こういうの欲しいけど、でも次のやつのがいっぱいあるから。ニュニュはいないね。これね、キャラクター大賞のやつだから。あのニュニュニュは
入ってない。あの10位15位かなまでかな確か。あのなんてキャラクターたちのこのくじ出れるのなんていうなるの。じゃあ可愛い。子供っぽい。まあ確かにね。でもめっちゃ可愛くない？シナモンのやつ。色が好き。めっちゃ可愛い。大きさは大人用だね。普通にでかいよこれ。普通のそんなちっちゃいサイズじゃない。普通の大きさ。コギメンだけのラストワンさ。コギメンだけの当たりくじはコギメンだけのラストワン。え、ほんとコギメン単体の当たりくじだからそれは。今回のやつはなんだっけな。え、なんだっけ。なんか見たんだけど、全部のキャラクターがいる15位までのいるタオルだっけ。バスタオルとかだった気がする。違うだっけな。いや、なんかそんなやつ。久しぶりに当たりくじやった。コギミはいるから。コギミいるやつしか基本やらないから当たりくじ。来月はコギミだけのやつから引かなきゃ。シルバーハート集めてる。集めてます。いつまでだっけ。期間終わるまで集めてる。全部集める。小木麺の当たりくじ全部集めたいけどその私がどれくらい引けるかによる。かぶらずに。だからこのキャラクター大賞の方はコギムンさ他に入ってる。なんか賞このなんだっけ、ダストボックスとシールもいるけど、コギムンだけのやつはさこのキャラクター大賞の賞で、あの当たりくじのやつでコップだけなのコギムンだけ。だから次のでいっぱい行こうと。一回500円じゃない。これはね770円とか税込みでかな。当たりくじそのぐらい。だいたいねサンリオの当たりくじてかどれもだろうけど、当たりくじこういうさコンビニとかでやってるやつ、コンビニとかなんか700円800円ぐらいじゃない。だいたい一回そんなもんじゃない。どの他のアニメとかのやつも大体このぐらいの気がする。700円800円とかちょっといい豪華なバージョンのやつはもうちょっと高かったりとか。サリオン前出てたけどシナモンのなんか当たりくじちょっと値段高いやつ900円ぐらいとかしなかったかな。でもねあの一個一個の商品がさどうしたちょっと豪華。このぐらいだけど、でも大体700円800円ぐらいじゃない。こういう当たりくじはそのぐらいじゃない。このようなどんぐらいすんだろうな。値段書いてたっけ。
星の子は黒星、あ、そうなの？いや、わかんない、星の子そんな見てないからわかんないな。10月のお気に入りの当たりくじが楽しみ、いつ発売かわかんない、10月って書いてたの、10月ですか、まだ楽しみ、いっぱい引きたい。小姫だけだからね、小姫だけの当たりくじ初めてだから、今回、去年は去年かな、あれ忘れたけど、なんかちょっと前にコギメンとマイメロとシナモンの3キャラクターだけの当たりくじはあったの。でもコギメン単体だけじゃなくて、コギメン単体の当たりくじじゃなくて、今回はコギメンだけなの。嬉しいね。引かないと。2023年10月1回800円の200円、800円いなかった1回800円ね。まあでも小気味のやつ欲しいから、ヤコ買いはしない、私ヤコ買いは、うん、何が出るか分かんない、なんてくじだから楽しい、箱買いしたらさ、あれじゃん、もう全部当たるじゃん。それが楽しいから。箱買いはしない。まああんまあの欲しいもの引けないんだけど。あんま欲しいもの当たらないんだけど、いつも。でこのさ、キャラクター大賞の当たりくじで毎年引いてるの、小気味があの いるやつ、いたら毎年引いてるんだけど、自分で小気味引いたこと一回もない気がする、キャラクター大賞は。キャラクター大賞はね、あのなんか3位以内とかだったら、この当たりくじの中に3つもあるかな、まあ、3つぐらいか、3つぐらいそのキャラクターだけのやつが出るんだけど、これシナモンだったら、まあ、このカトラリーセットでしょ、私が当たったやつ、キーホルダー、あとブランケットみたいな、そう2位ないか、2位プリンくんだったもんね、ブランケットある、いや3位ない、え、クロミちゃんも、クロミちゃんだよね、うん、ちゃん、でもなんかそう、多分最大ぐらいやったらなんか多いんだけど、出てるやつが15位以内入るだけでもすごいんだけどね、当たりくじに出れる、あの出れる、当たりくじの景品に入るから。でもね、こういうの簡単なやつはコップだけなのよね、まあ、いろんなキャラクター映ってるのもあるけど、テストボックスとかシールがなんかいろんなキャラクターいるやつ、シールは全部のキャラいる、15位以内。ああね、あの引く確率が低いからさ、キャラクター対象のはなかなか引けないんだよな、て引いたことない、小気味のやつキャラクター対象で引けたことない。コンプリートしたいわけではない、コギメンの次に出る当たりくじはコンプリートしたいけど、したいけど箱買いはしない。怖い、だってだから何出るかが好きだ、なんていう、一回でちょっとずつ引いていく。全部買うのはしない、うん、それが楽しいのよ、だって当たりくじだから。
孫買いしたら全部さ、その残ってる景品は全部当たるわけじゃん。だからでも小姫のさ、新しいグッズも出るよね、あのクマの嬉しいクマのやつ、あれも全部買いたいけど、まあ全部買わないけど、いつ何個か買おうかな。いつだっけ発売、もうちょい先だっけ、そういうショップも行かなきゃ。そう、なんかクマ、なんか小姫毎回ね、こう新しいグッズが出るときに、出るたびになんかこうシリーズで出るのね。前回だったら、前回初恋かな、初恋シリーズみたいな、なんかシリーズいっぱいなんか一気に出るの、何個か。ねえ、また次はなんかクマのやつが出るの。小気味なんか、小気味っていうキャラクターがいて、なんか小気味のちっちゃいやつみたいな小気味オン、小気味オンのためにコギミョンが作ったクマ、こうやってクマのぬいぐるみ、それモチーフのなんかいろんなグッズが出る。9月21、もうすぐじゃん、行かなきゃ、サンリオショップ。でも21日は行けないわ絶対。21日だよね、 B 公演ね、 B 公演だよね、私21日いけないですね。いつ行こう、待ってるね、21日だもんね、まあ、近いうちに行こうちょっと買いたいから、こういうのあれかわいい、なんかランダムのマスコットみたいな、シークレットマスコットみたいなやつ、なんかランダムで出るやつ、かわいかった、あれ買おう22日いけたらかな、わかんないよまだ。ぬいぐるみなんかちっちゃいマスコット、ぬいぐるみみたいな、マスコット、ランダムで入ってるやつ。でも大きいぬいぐるみ、大きいか分かんないけど、ぬいぐるみ待って、ちょっとさ、サイズ見てないから大きいか分かんない、サイズがどのぐらいの大きさなのか分かんないけど、ぬいぐるみもめっちゃ可愛かった、小気味のあの、そのクマのやつ。何かを決めとこ見とこ、なんかもう一回見て何があるか。全部可愛かったんだよね、全部可愛かったか。何買おうかな、コギミョンのなんか手作りマスコットみたいな、マスコットキーホルダーでなんか毎回出るの、そのコギミョンのグッズが出た毎回出てて、それはねいつも買ってる気がする。前回のやつも買った、初恋シリーズの買おうかな。それもう一回見とこう、ん、ホームページ、グッズのこと書いてるページ、めっちゃ可愛い。小夢のカチュ、小夢のカチューシャはね持ってるよ。でもあのギンガムチェックの新しい
カチューシャの方は持ってない。なんか出たの新しいカチューシャちょっと前だけど、こういうのなんかギンガムチェックのカチューシャ普通のカチューシャ持ってる。ピューロ行った時に買った。ギンガムチェックの方 方が出てからは行ってないの。ピューロ、グッズよく、グッズはね、そのコミュニティが出たら全部は買わないけど何個か買う。でもね、結構久しぶりに出る。前回出たのが2年ぐらい前じゃないかな、発売シリーズが一番最近じゃないっけ。なんかいっぱいあるんだけど、ウサギのやつ、一番最初のなんかコギメンのグッズのやつ、ウサギのやつ、コギメンのやつ、初恋でなんかある。で今回クマのやつ、多分2年ぐらい前だと思う。前回なんかそのシリーズ出たのが結構前、なんか久しぶりに出た。なんかこうさ、いろんなキャラクターでグッズが出るときにコギメンがいたりはあったけど、そのシリーズのやつが出るのはめっちゃ久しぶり。コンプリートはしてない、全部は持ってない。さすがに全部は買ってないけど、でもなんか何個かは買うようにしてる毎回シリーズの。一番最初のやつから買ってる、あのなんか初めましてみたいなやつ、こういうのグッズ。サンリオショップでしょ、サンリオショップ、グッ、小姫のグッズでしょ、クマのサンリオショップとオンライン。オンラインの方のサンリオショップ。かな、あるの。買えるのは。そう、オンラインでは買わない。見て買いたいから。そうだから、サンリオショップ行く。ショップポイントあるよ、スマイルっていうポイントがたまる。サンリオショップに行くだけでポイント、なんか来店ポイントみたいなのもらえる。貯めてるけど、なんかね、景品と交換できたりとか、クーポンとかにも買えれるんだけど、貯めたらね、景品と交換できるの。前なんかトートバッグと交換した、キキララの。どんぐらい溜まってるんだろう、結構見れるかな、これ入ってたかな、入ってないね、アプリが見れないわいや見れなかった。1年じゃなく、あ、そう、なんかね、1年かな、なんか有効期限がある。交換できるほどよくいく、なんか最初めっちゃポイントもらえるのよ、始めた時。でそのポイントがこう、もらえるポイントってこう買ってさつくポイントじゃなくってなんか誕生日の時とかもポイントもらえるのね。そのポイントでめっちゃ期限が短くって1年もないのよ。だからそのポイントで交換した。そう、なんかプレゼントとかでもらえるポイント、期限が短くってね、すぐなくなっちゃうから、だからもうその場で交換してやった。短いね。
時まで？9時35分。さっきからもう30分経ったの？早っ。そんな喋ってたっけ私。引っかかってるかと思った。引っかかってなかった。OK 充電器出した。あんまなかったんだよね、充電が。配信したらなくなっちゃいそうだ。シャツポケット、これポケット、ここに猫がいる。見えない。見てる猫。猫がいる、が泣いてるの。そう、ここにポケットに猫飼ってる。猫が見えないけど、全然猫がいる。ここに猫、ちょっとこうあんまこのポケット取らないとうまく見せれないわ。無理だ。ポケットなんて、あ、見えないもんね、いつもね、ここまでしかね。ポケットなんて、後ろは何もない。これアイロンかけてないよ。でも確かにシワあんまないね。たまたまかな。アイロンかけない部屋着は。ポケット使って、え、こういうさ服のポケットって使うもんなの？え、使うもんなの？こういうさ T シャツとかにさ、たまについてなんじゃん、こういうポケット。使ったことないんだけど。使う。え、これただのデザインじゃないの？こういうさ他の T シャツでも。え、これはさデザインだけどさ、こういうさ普通の T シャツ、無地のさ、ただの無地の T シャツでここにポケットある。え、使うの？え、携帯ここに重くない？ここに携帯入れるのさ、重くない？ここ入るけど重いでしょ。使ったことないんだけど、こういうポケットある服のポケット。なんていうの、こういう服のポケット使ったことないよ。財布ここに入れるの？入る？めっちゃコンパクトだね財布。使うんだ。
領収書もらった時一時的に入れる。ああ一時的にあそういう使い方。あコンサート行ってチケット入れる。落ちそうじゃない、ここ意外と落ちないのかな、落ちそう。まあ使う機会があれば使う機会があれば使うかな機会があれば落ちる、落ちるんかい落ちるんかい落ちないけど忘れる。あ入れたことここに確かに使ったことない、このポケットもだけど、これはちょっとさ、待って、これデザインのやつあれだけど、ただの無地の T シャツだったとしても、使う機会があれば来ないやつねその機会スマホ入れててお風呂をかき回した時に落としたことあるやだ、水没しちゃうじゃん携帯やっぱ物入れるべきじゃないよ、危ない、落としちゃう落とす嫌だな、それ想像したくないな、お風呂、お風呂に携帯落としちゃう、やだな、めっちゃ焦りそう携帯水没させたことはまだない携帯でしょ、まだないね、うん、携帯はてかあんま水没させたことあんまない、携帯以外もない、お風呂にさ携帯持っていく人と持っていかない人分かれるじゃん、私持っていかないのよお風呂、なんかこのお風呂を使う、なんて湯船に入らなくても持っていかない、湯船に入ったらさマスぶつそうだからさ分かるけど、じゃなくってもなんか濡れるのが嫌だ持っていかない、持ってく人もいるよね、お風呂でなんか音楽かけながら入るとか、なんか YouTube 見るとか、画面割ったこと、本体の画面はねないね、フィルムはあるけど、あ待って、ないっていうかこれはある、このセブン、なんか端がねほんのちょこっと割れてるぐらい、でもめっちゃバキバキとかじゃない、これなんかフィルムがさこう全部についてないから、ついてない箇所もあるから、そこがねちょこっと割れてる、この携帯昔使ってた携帯、あと、まあ、そのぐらい、でも割と綺麗な方だと思うよ、携帯バキバキになったことはないね、本体が、うん、ちょっと割れてたりはあるけど端の方が、でフィルムもねバキバキになったことなかったの前まで、そうでもちょっと前になんか携帯持って歩いてたら携帯落ちちゃってえなんでか普通に持って歩いてたんだけど手に持ってなんでこう落としちゃって、あのバキバキになったフィルムがね、フィルムがバキバキになった、
じゃあなんか手から落ちてったでもそのぐらいかな。携帯自体は何にもなってない。携帯を落とすことはよくあるんだけど、落としたままバキバキにならないのね。そんなに割れてないことが多くて、でもその時めっちゃ割れててびっくりした。そんな高いとこ落としたっけと思ったけど、なんかすごい割れてたわ、フィルムが。もういいけど、フィルムだから。本体はねまだ終わったことない、降りたくないけど、これからも。実際は小指が短いから。あ、そうなの。確かに私小指短いんだよね。小指さ、この横の薬指の第一関節までないから、ね、短いんだよね。でも小指、でもこういうのって遺伝なんでしょ、このさ指の長さ。小指長い人もいるじゃん。私短いのよ小指。でも私の家族みんなそんな感じだから、遺伝短すぎ。第一関節だよ。第二関節はさすがにある。第一ここでしょ、この一個上なんていう、上から第一関節まではないってだけね。までは届かない、ここのこの線のとこまではっていう意味。うん、第二関節届かなかったらめっちゃ短いねそれは。いやさすがに違うけど。第一関節には届いてないってだけ。間、第二と第一関節の間っていう意味。っていう意味です。関節がないってどういうこと？え？関節ないって言った？関節がないってどういうこと？それはどういうことって感じ。うん、それはどういうことだわ。言ってないよ。関節はある。あるよ、さすがに。関節ない。さすがに関節あるよ。やばい、関節ないでどういうことよ。めっちゃ柔らかいってこと、指。違うか、曲がんないのか関節ない。え、どういうこと。関節ないと曲がんない？関節どっち？指の訓練みたいなやつ？指の訓練？え、何指の訓練って？そんなのあるの？親指回して人差し指回してみたいなやつ？何それ。親指回す、いや知らない、あんのそんなの。なんか手首回すみたいなのあるけど、指でしょ。やったことない。
ホ指には、スマホ指ってどんなの？スマホ指って何？初めて聞いたかも。指回し体操調べたらわかる？後で見てみる。心臓の音したら絶対してないでしょ。心臓で配信で聞こえてたってこと？どんだけ音でかいの？やめてよ。どんだけ音でかい。やばいでしょ。違う。スマホ持ちすぎて首とかが変形したやつ。まあなってないと思うけどな。変形してはないと思う。多分。元気な証拠？心臓の音が聞こえるの？いや音でかすぎでしょ。それ多分なんか逆になんかやばそうだけど、普通に配信で聞こえるレベルだったら。逆にやばい。音でか、心臓の音聞こえてたら。緊張した時、嘘、確かに緊張した時爆音で鳴るんじゃない？そんな普段からそんな聞こえるレベルだったら。結構明るくなった。今日白い服着てるけど見て、ぶつけた。茶色く見える。いい感じ色。気温高いから蚊の季節らしい。あ、今蚊の季節なの。嫌だな。なんか刺されたくない。髪はね、月1で染めてるよ。色落ちしちゃうから。色落ちしちゃうんでね、月1で染めてます。腕の脈分かる？自分でこの親指の下ぐらい、付け根の下ぐらいし分かる。35度以上だと顔動けなくなるし、ぜひ35度以上にって。私も動けなくなる。蚊と一緒に。ちょっと困るな。ちょっと部屋にこもるしかなくなってしまうんで、ちょっとそれは嫌だな。私も動けなくなるんで。暑いのは苦手なんでね。部屋から出れなくなりますね。暑いと。私ね、蚊に刺されやすいんだよね。最近はあんまなんだけど、ちょっと前めっちゃ刺されやすくて、すっごい刺されてた。蚊に。
え、寒いのは全然、暑いのよりかが寒いのがいい。暑いの苦手。もう夏毎年言ってるけど苦手ですね、暑いから。そう、冬とか秋が好きって言うとね、誕生日あるからって言われるんだけど、11月だから秋じゃん言われるんだけど、違うのよ、単純に暑いのが大変。そう、誕生日とかの理由じゃない、暑いのはダメ。寒いより暑いのが、うん、暑い、だって暑いのってさ、もうなんかこう冬だったらさ、たくさん着込むとかさ、なんかあるじゃん、カイロ持つとか、なんかマフラーとか手袋つけるとかあるじゃん。もう夏はさ限界があるじゃん、こう薄着するにしてもさ限界があるし、そうだから夏は苦手ですね。冬とか秋、寒い方が好きです。暑いの苦手だから、夏は絶対に遊園地とか行かないし、テーマパークもう暑い中あんなさ長時間並ぶのが本当に無理だから行かない。ディズニーとか結構今んとこね、結構毎年行ってるかな、毎年2年ぐらいか、ここ2年ぐらい。えげさ、コロナの時期とか行ってないからあれだけど、去年も行ったし、言うほどだった。コロナの時期以外は行ってたかな、毎年だけど、夏は行かない。一回行ったのが、一番最初に行ったのがね、多分夏ぐらいだったかな、めっちゃ暑かった。一番最初ディズニー行った時めちゃくちゃ暑くて、でえ、そっから夏は何も行ってない。あと夏、5月は夏じゃないもんね、まだね。5月も行ったことあるんだけど、5月も暑かった。めちゃくちゃ暑かった。もうそれ以来行ってない夏に。あのディズニーはユニバも夏行ったことあるけど、めっちゃ暑かったね。もう冬だね、行くとしたら。あ、富士急はちょっと別だけど、富士急は冬ってか、もうそんなめちゃ寒くなる前がいい。暑いのも嫌だけど、あの寒すぎるから、富士急寒すぎるから、もうちょいあの真冬ぐらいじゃない時、もうちょいその手前ぐらいで行かないと、本当に寒い。でなんかさ、いろいろ乗ったのよ、ジェットコースター、骨盤調、なんか空中ブランコみたいなやつとか、え、楽しいのよ全部。めちゃなんかこう冬感とかって、ね、ちょうどいい感じの怖さでめっちゃ楽しいの。めっちゃ楽しいんだけど、とにかく顔が寒い。顔が寒い、もう風がねすごいな。鉄骨バンジーはめっちゃ寒かった。ジェットコースターも寒いんだけど、鉄骨バンジーあれやばかったね、めっちゃ寒くて。そう、楽しいと寒いが、寒いのがちょっと上ぐらい。寒すぎてびっくりした、舐めてた、あ、富士急の寒さを。めっちゃ寒かった。そう、鉄骨番長、あのサイリンと行ったんだけどね、富士急鉄骨番長乗り終わった後に、寒かったねって言って話してた記憶あるもん。ジェットコースターも寒いけど、顔がとにかく、風がさこう来るじゃん、ジェットコースターなんて前進んでるから
鉄骨マンチもそうだけど、顔にすごい冷たい風がすごい寒かった。無責任ソアリン、なんかねソアリンみたいなやつがある。富士飛行車っていうなんかソアリンっぽいやつがある。匂いとかあんまなかった気がするけど、でも風が来たりとかはあった。私がね行った時はエヴァンゲリオンとコラボしてて、なんかすごかったよ。エヴァンゲリオンのなんか、なんて言ったエヴァンゲリオン見たことないからさあれだけど、でもなんかすごかった。コラボしててね、面白かった。スバンチョってそう、なんかめっちゃ高い空中ブランコみたいなやつ、鉄骨スバンチョっていうのがあるのよ。めっちゃ高い、めっちゃ高いんだけど、でもなんか私ねフリーフォールは無理なのね。こう一気に真下に落ちるみたいな、めっちゃ高くまで行って切り真下まで落ちるみたいな、あれはダメなんだけど、かな鉄骨スバンチョみたいな空中ブランコみたいな感じでこう回ってたら大丈夫。一気に落ちないからあれ口ブランコで一気に落ちたらもうすごい大変なことになってしまうから、ちょっとずつなんか落ちていく、なんかゆっくり下がっていくぐらい落ちる。タオブテラは乗れる。タオブテラはさちょっとずつ落ちるじゃん、ちょっとずつ上がって落ちての繰り返し、あれだとはいけるじゃなくて、フリーホールさなんかよくある、もう一気に上まで行って、で下まで一気に落ちるみたいな、あれがダメ。あのタオテラぐらいだったら全然楽しい、あれは全然好き。ちょっとずつなんか上がって落ちてるんですよ。でも一気に高いとこまで行ってそっから落ちるみたいな、一回で落ちきるみたいな、あれはダメ。怖い。何回か乗ったことあるんだけど、地元の遊園地で木島っていうのがあって、そこにねあるのよフリーフォール、ニュートンっていうやつがあって、めっちゃ高いんだよねとにかく。そう、乗って一番上まで行った時にねすごい後悔する、乗ったこと、なんで乗ったんだろうって思っちゃう。そのぐらい高いで、そっから一気に落ちるから、怖い、あれはダメ。何回か乗ったことあるの、1回だけじゃないんだけど、3回ぐらい乗ったことあるんだけど、ちょっと苦手ですね。2回はね、友達じゃない、お父さんと行って、家族で行った時にお父さんに乗らないと帰るって言われて乗ったのよ。それでいやいや1回乗って意外といけるなと思ってもう一回乗ってみたけど、やっぱ無理だった。そう乗らないと帰るけどいいのって言って、で乗った。そう乗らされたんだよ。であの最後3回目は友達と現地行った時に、あの木島行った時にニュートン乗ろうって言われた。で私ねニュートンそれはフリーフォール苦手なの分かってるから、あれめっちゃ怖いからさって言って、ジェットコースターはいけるけどちょっとそれ苦手なんだよねって言ったんだけど、友達がすごい乗りたがってて乗ったことないみたいな、乗ってみようよって言われて、で乗ったの。それでじゃあもういいかと思って乗ったら、友達隣で結構一番上まで行った時にあこれやばいねって言ってた。乗って一番上まで行って言ってた。今言ったでしょって言ったのにさ、雨にしてた。そう後悔してた友達も。
わしって男じゃない、女の子です。同じバレーボールのクラブチームいた子、社会人の、社会人じゃないけど、その子は、その子と二人で行ったのよ。女の子、一番目まで行った時にね、これ怖いねって言ってた言ったでしょって思ってたから隣でで、終わった後降りて、終わった後もういいわみたいなこと言ってたもういいみたいな感じのこと言ってためっちゃ怖いのよ、言うと。他の乗ったことないから分かんないけど、他の遊園地のフリーホールちょっと苦手ですね言うとね、なんか乗ってる人見るのは楽しいよ。すっごい怖そうにしててみんなさ、あれでさ、こうわーって言わない人いないから、なんて落ちる時に浮く時間が長いから、あれで平気なのはすごいよ、何も言わないのはそういうの見るのは面白いけど、自分が乗るのはちょっと違うよね高いんだもん、あれ。ジェットコースターは好きなんだけどね、垂直に落ちるのが苦手。一気に30分ありがとう。じゃあランキング読もうかな。毎日から早くて絶叫できる、あー確かにそれはある。いや私ね、そニュートン乗った時に、落ちた時に、ジェットコースターもだけどさ、声出るじゃん普通に、わーってキャーって、でも声出なくなるの途中で落ちるのが長すぎて。ジェットコースターでもあるけど、たまにそういうの声出なくなるそれはあるけど。じゃあ13位から決めますね。13位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。12位、大野高文さん、ありがとうございます。11位、ゆうじゃとまく、今日も今日かだけを愛してるさん、ありがとうございます。10位、バトニーさん、ありがとうございます。9位、本子なるまとまく、今日かおしさん、ありがとうございます。8位、にゃんほぞさん、ありがとうございます。7位、フロマンさん、ありがとうございます。6位、ラスカールさん、ありがとうございます。5位、風と海とさん、ありがとうございます。4位、クリオネさん、ありがとうございます。3位、ムムさん、ありがとうございます。2位、ラボーナさん、ありがとうございます。そして1位がまるさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。今日23時台とかにやるって言ってたらごめんね、ちょっと早くしちゃって、ちょっと明日早いんで、ちょっと早いの忘れてた。明日は夜できるはず。明日こそ、明後日、
明後日公演かと思った。違うね、明後日じゃない、明後日19、21だったら B 公演。うん、うん、明後日、まあそうね、明日は大丈夫か、まあ、もしかしたらちょっとやるか、明後日も、明後日もちょい早いけど、うん、明後日でしょ、うん、まあでも明日、明日は多分夜やるかな。いつも通りぐらいの時間で、23時だ、22、早くできそうだったら22時だぐらいですかね。じゃあそろそろ終わろうかな。ちょっともう、もうお風呂入ったからさ私にしては早い。ちょっとね、メール送ってみようかな。じゃあありがとうございました。また明日の配信で。またね、おやすみなさい。また明日、バイバイ。